総合研究博物館の三河内と言います。私は隕石など地球外物質の分析を通して太陽系の歴史ですね、でそれからそれがどういうふうに地球みたいな惑星ができたかっていう、そういったことを調べています。で当館は南極以外で見つかった隕石をたくさん収集しています。でここにですね、真空にした状態で多くの隕石を保管しているんですけども、今日はその中でも特にお宝のようなものを紹介しようと思います。でこちらにあるのがですね、アエンデっていう名前の隕石です。でこれは1969年にメキシコに落下した隕石です。合計で2トンぐらいの、大量の隕石が落下したんですけども、こちらにある標本は、4キログラムあります。で、世界中の博物館とか大学にですね、収蔵はされてるんですけども、この4キログラムっていう大きさはおそらくその世界でも5本の指とは言わないですけども、10本の指ぐらいには入る、非常に大きな資料で重要なものです。でこの1969年っていうのは、実はそのこの隕石の落下っていうのはすごく大きなイベントだったんですけども、惑星科学にとってはとても重要な年になってます。で1969年の7月に、アポロ11号が月に着陸して、で人類史上初 の、 その 地球外への天体への、探査ですねを実施しました。でその際に、たくさんの月の石を持って帰って、でそれによってですね、月の歴史だけじゃなくて太陽系の歴史に関わるような重要な情報が得られるようになりました。でこの隕石自身はそのアポロの11号の月着陸の少し前に落下したもので、実はそれまでにたくさん の、 その研究機関がですね、月の石を分析する装置を準備してですね、待ち構えてたんですけども、この隕石の落下によってですね、その月の石を分析するリハーサルのようなことができたっていう、そういう意味もあります。でこの隕石、そのアポロの月計画のリハーサルとか、そのたくさん落ちたっていうだけじゃなくて、学問的にもすごく意味のある隕石で、この中にですね、今入ってますけども、よく見ると白い粒とか、灰色のものとかいろいろなものが入ってるんですけども、これはその太陽系の歴史を刻む上で、本当にその太陽系の時計がゼロの時、その一番始まりを記録している隕石として、学問的にも非常に重要なものになっています。このアエンデ隕石ですけども、表面は黒いこういう皮で覆われてます。でこれは地球に隕石が落下してくるときに大気圏突入して、その時の熱で溶けて、こういうふうに最後黒く焦げたようになっているものです。で一方内部はこういう灰色とかですね、白い色をしていて、これはもともとその高温であった原始太陽系成分という高温のガスの状態から、だんだんそれが温度が冷えていって塵ができてきたときに、その塵がですね、集まってこの隕石を作ってるんですね。でその後これがさらに大きくなると地球のような惑星ができていくんですけども、このいろんなこの塵が集まったこの隕石の中で、この白い場所、こういう白い場所がですね、実はこのものの中で一番古い年代を示して、それは45億6700万年前です。でこれは太陽系がその一番初めの、スタートした時点というふうに、考えることができて、でこれはですね、博物館いろいろ古いものがありますけども、これはもうとにかく人類が手にすることの中で一番古い個体の物質になります。私たちは亜鉛で隕石のような、地球外物質の分析を通して、太陽系の歴史を解明しようとしています。